はい、皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾鹿児島支部代表のリュウコーチです。本日は絶対に覚えておいてほしい2つのボールの持ち方について解説させていただきます。こちらのドリブルテクニックなんですけど、サッカーの試合中にボールが取られる回数が多いことか、また試合中監督とかコーチに怒られてしまうっていう人の特徴は、相手が近い時、遠い距離のボールの持ち方というのが、そもそもできていないのでボールを取られてしまっている原因となります。なので今回こちらの動画では、絶対に覚えてみてもらいたいボールの持ち方というのをご紹介させていただきます。はい、では早速ボール絶対に取られないボールの持ち方について解説していきます。レッツゴでは絶対に覚えてもらいたい、ボールの取られない持ち方というのを解説させていただきます。まず普通のドリブルというのは、例えば皆さんこの動画を見ている皆さんがやっているドリブルというのは、触る方の足を前、触らない方の足を後ろにして、こういう風にドリブルするやり方を、クラブチームなどでやることがすごく多いと思います。でもこれっていうのは相手が遠い時にするドリブルなので、こちら例えばこのカラーコーンが相手だとした場合、これが相手なのに触る方の足を前にしてしまうと、これはボール取られやすい状況となってしまいます。なので、今回、この動画でお伝えするボールの持ち方というのは、相手が近い時にするためのドリブル、要は、触らない方の足を前、触る方の足を後ろにして、こういう状態でボールを持ちます。そしたらこの後2つのパターンに分かれるんですけど、右に抜くか左に抜くかの2択を説明させていただきます。まず、相手が正面にいる状態で親指で左側にボールをずらしてあげる。そうすると相手は左側にずれるので、この瞬間の右で相手を抜くっていう抜き方がまず1個目で、今こういう風に相手がいる状態で、さっきと同じようなボールの持ち方をして、親指で2回回って相手が足を出してきた場合は、このままダブルタッチという技で相手の、役を取って、相手を抜くという技になります。こちらの、ボールの持ち方がそもそも、分かっていない選手というのが非常に多いです。なのでボールを取られてしまう原因が分からない。なので、次どうやって改善すればいいのかっていうのは分からないので、いつまでたってもボールを取られてしまう原因となります。なので今回こちらの動画を見ていただいて、このドリブルを練習すれば相手に取られないボールの持ち方ができるようになりますので、皆さんぜひ練習してみてください。はい、ではいかがでしたでしょうか。絶対に覚えておいてほしいボールの持ち方2000をご紹介させていただきました。こちらのボールの持ち方を、ぜひ練習してもらって、今後のサッカー人生に役に立っていただければと思います。はい、では皆さん今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。